こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マイメルエッジ好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。1番マイメルエッジ行きました。続いてストリートブルーム、その外からジャックラセーヌ、ピンクの帽子オクトロビン、その後ろすぐ隣にオースミアート、その外にアムールロドリゴ、コスモ成功、そのうちに続いています。内からはアマゾンオペラ、並んで6番コンサートボーイ、内からはアメリカンピクシー、その隣にセタノキング、最後方にオールフォルテ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。では前の方からストリートブルーム先手を取りました。10番 MI ブラン、2番手を追走マイメルエッジ、すぐ後ろ黄色の帽子新風ライデン、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナー左にカーブしていきます。もう一度先頭から北斗ロビン先手を取りました。すぐ後ろにストリートブルーム、 MI ブラン後位をキープ、すぐ後ろにコスモ成功、並んで7番新風ライデン、アマゾンオペラ、この馬もこのグループ、すぐ隣にセタノキング、並んで12番ジャックラセーヌ、オースミアート、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてオクトロビン、マイメルエッジ、ほとんど差がありません。大外から緑の帽子 MI ブラン伸びてきた。後続集団も追い上げにかかります。短い直線に入って後続は届くかどうか。最後の追い比べ、先頭は MI ブラン、 MI ブラン先頭、ここから引き離しにかかります。後続は大きく離れた。2番手はコンサートボーイ、完璧です。圧倒的な強さを見せました MI ブラン。1着、2着はコンサートボーイ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは MI ブラン。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は織姫ブーケ、織姫ブーケ先頭、2番手はメジロアトラクト、織姫ブーケ先頭、2番手はメジロアトラクト、織姫ブーケ1着、織姫ブーケ1着、2着は微妙です。織姫ブーケ見事1番人気に応えました。中山競馬場、本日のメインレースの発走です。
スタートしました。勢いよく飛び出したのはサイレンス鈴鹿、メジロブライト。この馬も好スタートを切りました。予想通り先頭に立ったのはサイレンス鈴鹿、2番手はメジロブライト、さらにはメジロロッチ、9番カワッチサンライズ、その後ろ後方に控えたのがハギのリアルキング。では前の方から見てみましょう。サイレンス鈴鹿先手を取りました。そして大きく離れてメジロブライト、この位置です。その隣にメジロロッチ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。一番人気のカワッチサンライズ、現在先団です。サイレンス鈴鹿前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはサイレンス鈴鹿、大きく離れましたメジロブライト、その隣にメジロロッチ。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方まで大きく開きました。これは縦長の展開です。後ろからになりました。では前の方から見てみましょう。サイレンス鈴鹿先手を取りました。メジロブライト、それに続いています。好位置をキープしています。カワッチサンライズ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はメジロロッチ、ここで先頭が入れ替わりました。カワッチサンライズ、メジロロッチ、2番手に控えました。メジロブライト、3番手カワッチサンライズ、いい位置、安城のゴーサインに応えるか。ここで先頭はサイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿先頭、残り 200m、 サイレンス鈴鹿先頭だ。残り 100m、 サイレンス鈴鹿差を広げる。2番手はメジロブライト、サイレンス鈴鹿1着、サイレンス鈴鹿完勝、サイレンス鈴鹿1着、2着はメジロブライト。これが G1 馬の実力だ。サイレンス鈴鹿